白山宮は愛知県日清市本郷町にある神社。旧社格は豪社。日清市の中央北部、標高78メートルの小高い山の上に位置する。正確な鎮座時期は不詳であるが、口述の通り境内やその周辺に古墳が確認されていることから、その創始時期は古墳時代やそれ以前まで遡るのではないかとされている。なお現存する白山宮に関する。 最も古い記録は、完成9年や文化11年の書状等にある、永上元年の記録とされている。社名については、江戸期以前から白山社、白山神社、白山宮、白山権現、白山権現社などの故障があったが、明治に入ってから白山社と定められた。その後1943年に、白山神社と改称、さらに1966年に、 白山宮と解消し、現在に至る、1872年に近代社格制度における豪社に列格された。社格制度廃止後の1967年から実施された昭和の大造営で境内が整備されたことにより、1969年9月18日付で、旧建社に相当する神社同級5級に指定された。現在の白山宮社殿は、 旧社殿の老朽化に伴って実施された平成の大造営により1996年に作り替えられたものである。日清市に現存する神社の中では唯一神職が常駐している。ありがとうございます。